こんにちは、ペーバスファームです。今日は植物育成 LED の選び方のポイントについてお話したいと思います。これまでいくつか LED の紹介動画を撮ってきましたが、結局どれがいいの？という質問をいくつかいただきました。確かにどれも優れた LED なので、結局どれを選べばいいのかわからないと思います。ただ僕は一番これがおすすめというつもりはありません。使う植物、栽培環境、デザインの好み、また価格などで選ぶべき LED は異なると思っているからです。ただ LED を選ぶ際にいくつか知っておくと、どれが自分に適した LED なのかが分かるポイントがありますので、今回はそのポイントについてお話していきたいと思います。今回の動画の内容は今までの動画の内容と重複してしまうこともあると思います。そのためこれまでの動画のまとめ的にお聞きいただけると嬉しいです。またあくまで個人の考えですので、参考程度にお聞きください。では見ていきましょう。では早速、比較する際に見るべきポイントについてお話しします。そのポイントは PPFD、 波長、色温度、デザイン性、寿命の5点になります。それぞれ解説していきます。ではまず PPFD についてです。 LED を購入する際にまず確認したいのがこの PPFD です。 PPFD は LED で植物を育てる上でとても重要な役割があります。そして PPFD を確認することで、ご自身が育てたい植物に適したライトなのかどうかが分かるようになります。 PPFD とは可視光スペクトルにおいて1秒あたり1平方メートルの対象範囲に注ぐ光子の数を示す値のことです。簡単に言えば植物が感じる明るさのことで、光合成を考えるときに使う光の単位になります。購入しようとしている LED がどれだけ PPFD を出せるのかを確認し、ご自身が育てようと思っている植物が必要としている PPFD を調べることで、どの LED が適しているのかが分かるようになります。例えば屋外の開成時の PPFD はおよそ2000と言われています。植物ごとに最適な PPFD は異なりますが、一般的に多肉植物で500以上は必要と言われ、観葉植物で10以上500程度と言われています。そのため観葉植物を育てるために LED を購入するのであれば、500以上出るようなハイスペックな LED は必要なく、逆に多肉植物を育てるならば500以上出るいいライトを選ぶ必要があります。一方、よく照度や光速の値で植物の成長にいいか悪いかを判断されることがありますが、照度と光速は人の見た目の明るさを表す単位ですので、実は、こと植物育成に関しては、照度や補助の数値はあまり当てになりません。もちろん、照度などは太陽光の明るさと比べて置き場所などを決める際に参考になりますが、単純にルクスが高いから OK ということにはなりません。続いて、波長についてです。僕は PPFD を確認したら、次にどんな波長が出ているのかを確認しています。植物は葉緑素という要素を使って太陽光を吸収し、水と空気中の二酸化炭素から糖などの有機物を合成する光合成を行っています。その葉緑素の吸収波長域は400から700ナノメートルと言われています。その中でも第一に赤色の640から690ナノメートルと、第二に青色420から470ナノメートルが特に大事と言われています。赤色の光は植物の身長に必要な光で、茎を伸ばしたり面積を広げるなどの効果があります。青色の光は植物の形態形成に有効な光で、葉を厚くしたり幹を太くするなどの効果があります。この赤と青の波長がバランスよく出ているかも確認するといいと思います。PPFD も波長もちゃんとしたメーカーのものであれば、公式サイトに記載されているはずです。続
いて色温度についてです。色温度は植物の見え方や部屋の印象を大きく変えますので、僕は LED を選ぶ際に必ず確認するようにしています。一般的に色温度が低いと赤っぽいオレンジがかった暖色系の光となり、色温度が高くなると日中の太陽光のような白っぽい光となります。例えば僕が持っているこれらの LED の色味を見てみましょう。結構見え方が変わると思います。また見え方をより意識する場合は、炎色評価指数というものを見てみてください。炎色評価指数とは、照明で物体を照らした時に視線光が当たった時の色をどの程度再現しているのかを示す値のことです。炎色評価指数は100をマックスとして、100に近ければ近いほど自然光に近い見え方になります。色温度も炎色評価指数も確認すれば記載しているはずです。続いてデザイン性についてです。せっかく室内に植物を置くのであれば、この LED 自体のデザイン性も大事だと個人的に思っています。最近は植物育成 LED といってもデザイン性が高いものが多く出ています。また吊り下げタイプのものや、このようなスポットタイプのもの、またスタンドタイプ、そして色もバリエーションが多くあり、ホワイトだったりブラック、グレー、シルバーなど様々な色があります。ぜひご自宅のインテリアに馴染む LED を探してみてください。最後は寿命についてです。価格はピンキリですが、それでも安いもので数千円はしますので、ちょっと使って切れてしまってでは残念ですので、寿命も最後に確認しておくと良いと思います。基本的には数万時間持つような LED がおすすめです。大体どこのメーカーも推奨点灯時間が12時間程度ですので、例えば3万時間が寿命であれば7年近くは持つ計算になります。安い買い物ではないので、これくらい持つといいと思います。今回は植物育成 LED の選び方のポイントについてお話ししました。今はいろいろな LED が発売されていますので、価格は数千円のものから数万円もするような高価なものまであります。当然ハイスペックな LED は高額になります。ただ先ほどもお伝えしたように、ご自身が育てたい植物によってはハイスペックなライトは必要ないかもしれません。価格で判断するのではなく、あくまでどの植物を育てたいのかを基準にして LED を選ぶのが一番だと思います。では今回は以上になります。この動画が参考になったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。